ついに来た。メインの始まりです。まあ、立てたわよ、こいつも主役張り付けた。トーン枯れてる間はないんだよな。ツッコミがせっかくすぎて辛い。デルクイは撃たれるんだぞ。パワハラに囚われてはいけないのです。なんだかんだヨッシーってどんな組み立て方してるのか知らないんだが、まず何でもいいので近づくことです。一発さえできれば固めたり引いたり好き放題できるので。死ね。今のような感じだぜ。なんか物騒な言葉が聞こえたのはスルーするわ。かぶせていくわね。この反撃されなければ OK みたいな戦術見たことあるな。死ね。画面外からかろうじて出た卵くん。読みがヤンキーすぎるんだよな。やったぜ。一応甘い回転切りは確実に潰したぜ。思ったより戦い方強引だなこいつ。こいつの人間性が出てるのよきっと。やめて、ヨッシーはせめて起点作っていくのが強いんです。まあちまちマガーキャンク上のしたり卵当てても仕方ねえしな。いいんですが、タンパク 10% 当ててるだけではついていけません。確かにそれだとヨッシー使う意味ないわね。というわけで技振りながらバシバシ近づいていきますよ。それがクーマイクーした振りながら動き回るモンスターになると、まあ間違ってません。一番痛いやつ。これだからブーメランの間に入るとろくなことがないという。いやひーバカ丸出しですね。バカだからね。あたいでももう少しうまくしてると。さすがに安直すぎました。完全に着地に切られてたんだよな。このコンボが気持ちいい。そうやってクーエ連続で当ててるイメージがあるでよって言って。そうなんですけど、やってみると結構難しいんですよ。ラッキー。これはお相手の別編ミスか。横強が入ったらクーエ2回自動で入るもんなんじゃないの。違います。確かに簡単だとは思ってましたが、案外当たらないものです。やってみないとわからないフローってあるよな。にしても固めがすぎる。もはや画面見てないでしょあんた。お前が言うことじゃないが、まあその通りだな。それぐらい踏み切ってちょうどいい感じでしょ。お互いチューパーで互角だぜ。ダメージが微妙なので卵で調整します。今当てるコンボとかないしな。そこ下手に飛ぶなよ。問題ない。クーマにアーマーで無理やり帰れるので、クーマは大丈夫です。捕まえて。形勢逆転したぜ。爆弾が邪魔でした。ちゃんと回転切りで。お待ちください。今の相当危なかったんだが。気にするな。突っ込んでくる方がレアなので。お、ダウンにめっちゃ便利なやつ。このゲームダウンさせたら強いので、リーチもヨッシーの中では長い方なので、コーパーは狙うといいです。姿勢も低いしな。で次はカズヤだぜ。ブレブレえいワンチュー。やったー。いつもの強襲メテオ。逆の突っ飛びがちょうど良すぎてガンガン触れます。確かに世のヨッシー使いも逆からめちゃくちゃに飛び込んでくるけども、あの作為のこもり具合はなんで共通してんだ。それは知りません。問題ない。しかし1ストまるまるリードしたのはめっちゃでかいぜ。この蹴り精神ダメージがでかい。開始されてもなお逆連打でごまかすのは笑う。この弱攻撃引き少なすぎて、そうそう反撃取れないんですよね。なんなら弱の後ドロップ放してきたりするから。お待ちください。さすがにダメージ高くて当たらないぜ。ちなみに対空は踏ん張りジャンプで抜けれます。ま全部確定コンボされる。やっぱり腹塗りが一番痛そう。確定コンボされるとさすがにどうしようもないですが、まあジャンプ安定というだけで相当楽なはずだぜ。行ってきまーす。それ帰ってこれるんか。しまった。帰ってこれるんかい。まあ噛み合ったとはいえ結局バーストだぜ。ガラ空きだ。それ強いんだよな。ちょいちょいマリサが不満漏らしてるやつ。受け身取られていくぜ。これされないだけで相当リターン違うんですけどね。危ねえ。弱から細工も飛んでくるから注意だぜ。まあ全然でもねえわ。あのダッシュ攻撃見た目の割に火力が高すぎる。外れ。先端ですね。危ね。危ね。OP はどこ行った。新品だったらバーストありそうな勢いだったんだが。ヨッシーの体重を持って70%でしがみ。惜しい。本当に鼻の先だったぜ。ちゃんと回避しながらも外に逃げてたの偉いです。その外入力で助かる命何個もあるからな。選択肢のない魔王様にとっては日常茶飯事。危ねえ。今のレイジされたら死んでたぜ。レイジドライブ。同じやん。ナイス受け身だが、どこがだよ。うれ。さすがに2回は見逃してもらえなかったぜ。死ね。ゴールは相手のゴールにしよう。
から割るんの？初弾も当たっていい削れ方しましたね。これジャックとかつかみ抜けた後にパナス個体いるから怖いんだよな。ダメージ回避されると避けられますが結構刺さります。次はルフレだぜ。まあサンダーソードをどう裁くかという全キャラ共通の課題がありまして、けどヨッシーは空中の小回りが効くのでふわふわ空振り誘えるんですよ。飛び道具もそうだが玉切れにさせればサンダーソードも出ねえしな。そこら辺は中距離を魅惑のステップで裁く魔王様と通ずるわね。というか多分ルフレ対策共通してるところだと思うけどな。横強コンボが多いし、ダメージ稼ぎからバーストまで狙える技だぜ。モーションの動きの割に発生も後隙も短いのよね。密着した時はハイリターン狙ってガンガン来るといいです。出したぜ。危ねえ。お相手さんにいるんだ。気を見てた分復帰措置が甘くなりました。ジャンプ内状況で横 B 空が使うのは勇気いるわよ。ん？何これ？なんとかなるかなと思ったら思ったより飛びました。グーエム出しながら降りたりクーダしてたあたりより振りがにじみ出てたわ。いや、なんの意味もないよね。そのバースト普通に痛いんだよな。横スマ当てての逆方向だと無理ですね。ただ復帰措置だぜ。何これ？気持ちだけが前に行って中途半端になったのはないっしょ。真下に潜られると復帰措置しにくいぜ。行ってみろ。やったぜ。来たねえ、ドロップだなおい。猶予が短いのでパナス価値はありますよ。あ、踏ん張りアーマーだ。ダメージも 100% 超えてたし仕方ないぜ。横方向なら助かるんですがメテオだと絶望的です。マードやオビやらオジソルトを耐えれる時点で多少はね。頭が漏れてますね。漏れ前提でゴリ押せるしガードに滅法強いよな。うれ落としたぜ。バカ丸出しですね。バカだからね。何やってんだお前、あのクソホンダー。調子乗って他の技出してるとアーマーがなくなるいい例だぜ。だからやたらにジャンプ式技出すのは危険なんですけど、こんなんじゃわかるか。うれ、お手玉火力が高すぎるぜ。飛び具合がちょうどいいし手榴弾もうまく抜けれました。あーけど言うほど差がついてないんだよな。ユース結構殴られてますしね。チョーチ、じゃあかやったぜー。これが本館の換気。マリパと違って顔がいいぞ。サナエを絶望に落としたのはお前だけどな。逆だぜ。まさか今の空内も当たるとは。うれうれ、殺意が高すぎて笑う。ハイファー 1.4 だぜ。うれ、こうやって密着して畳みかけるのがヨッシーの強み。手榴弾には気をつけろよ。やるやん。今のは渾身のドロップだった。手榴弾も落ちてたし逆出されなければブレイクしていたぜ。あ、ここも復帰できるかどうか。これには追いつけません。あっしゃ、これは偉い。踏ん張りアーマーでゴリ押し突破もできるのでなかなか。あのスピードでジャンプされると追いつくのもしんどそうだぜ。ここの着地大事。まあ下スマ当ててまずまずだぜ。今がチャンス。あ、しまった。で、セーフセーフ。やったぜ、グーエムチャレンジ。150% ぐらい溜まると急にそれ振り回す個体いるよな。下手に横へ飛ばすより確実に倒せるの。しまった。ちゃんとめくり対応してますね。これはお相手さんがうまい。あそこまでジャスが反転を徹底されたら仕方ない。あとヨッシー密着しないといけないから上上面倒くさそうだぜ。これはでかい。惜しい。あそこで決めれたらどれだけ気持ちよかったか。なんか怖いぞ。多分見ない方がいいやつ。まともだろ、僕だけか。同じ穴の無地ななんだよな。つかみすぎました。ここ復帰阻止すれば勝てるぜ。そこ空がしますよね。ナイスだぜ。お相手のジャンプないわよ。そっち誘って。これが奇跡の力。奇跡とは復帰が奇跡なのか。霊夢さん、霊夢さん、どうです？いい感じに仕上がったでしょ？あ、うん、そうね。え、何その反応？10本ぐらい出してからまた話してやるわ。まあまあ、えげつない足らい方で笑う。あたいは応援してるぞ。